あんたも皆と同じくウォーカーと仲良くしていたのか。ストーンから守ろうとしてくれました。ある程度は。ウォーカーはストーンを嫌っていた。あんたを奴への当てつけにした可能性もある。優しさではなかったと。多分な。ウォーカーの欠点を言うなら律儀なところか。彼はスケルテックを支配したのに、それが律儀？善意ある政府だって企業を支配する。ウォーカーにとってはそれも真っ当な行動だったんだろ。ストーンか。興味深い男だ。ストーンは権力のためなら何でもします。世界に何が起ころうとそれを利用することしか考えません。この島のことも含めて。分け合いはしないのか。例えばあんたと。私への扱いが周りより良かったのは確かです。奴の恩恵に預かっていたようだ。彼への感謝など一切ありません。島の支配に私が必要だっただけです。私が去った今、彼の動きなどもう分かりません。奴はあんたを閉じ込めていた。何か計画があるはずだ。ジェイスとの誤解は解けたのか。どう思おうとジェイスの自由です。そうなのか。ただの上司で友人ではなかったと。私は社員を守ろうと。彼は逃げましたけど。フォックスはあんたが動画の送り主だと明かさなかった。私を守ってくれたんだと思います。ああ、彼はあんたを守ろうとしていた。最後まで。あんたみたいな女がなぜフォックスと。私を綺麗だって、それに楽しい人でした。また後で。それでは。キュウリのことは知らないが、多分いい人だ。多分ね。疑うのか。だってあのおばちゃん、パパのことが好きだった。だから優しかったのよ。仲良くしたくないわ。そう。平気か、ハーモニー。ニトキを手伝うか。いらない。マリアがいるから。分かった。お父さんは勇敢だった。出会えてよかった。あなたに出会いたくなかった。すまないな。じゃあまたな。大丈夫？元気なさそうだけど。ノーマド、面白そうな情報を見せた。また後で食い。気をつけるのよ。分かってるさ。戦う覚悟はできてるか。
この島の航空事情はどうなってる？ドローンのせいで島から出られなくなる前だけど、空から島に出入りするのは投資家か観光客だけだったわ。航空機の出入りは少なかった。なぜ聞くの？空港を見かけた。そこに飛行機を降ろせるかもしれない。脱出のために？あるいは探索用にだ。思いつきだが。インフィニティ付近のアウロア空港には国際線用の大型滑走路があるわ。小さな飛行場はあるか。ヘリを降ろせるような場所だ。リバティ空港ね。島の各地を結ぶ線に使っていたわ。見に行くなら気をつけて。どちらもセンティネルが使っていて警備は厳重よ。また後で来る。分かったわ。後でね。ノマド、元気だったか？快適な家が恋しいが、まあ悪くない。快適すぎる家も考えものだな。ところで、少し個人的な悩みがあるんだ。あんたの力を借りたい。なあ、何なんだ？ハワード港で古いドッグタグがいくつか見つかったらしくてな。見つけた奴は森の中の白骨化した遺体が持ってたって言うんだ。そばには吹き飛ばされた古いトラックがあった。さすがに遺体はそのままにしたらしいが、俺はそれが冷戦時代の俺の仲間のカルじゃないかと思ってる。カルはいい兵士で、それ以上にいい友人だった。命だって何度も助けられた。しばらく連絡も取っていなかったんだが、一体何があったのかを知りたい。任せろ。お互い仲間は多く失った。確認してみよう。グローブ水系のすぐ北を探してみてくれ。難しくはないはずだ。シンキングカントリー地方のゴードンデイチの近くだ。了解。サミュエルから？いや、どうも。つい話を聞いてしまったんだが、何か問題か？わからない。友人のサミュエルがいないの。ホームステッドか？そうだったけど、今は一人で住んでいるんだ。それで困るわけじゃないけどな。彼は自分で漁をするの。その方が自然に近いとかなんとか言って、余った毛皮や肉をキャンプに譲ってくれてる。見返りは受け取らずにね。何が問題だ？一人で生きていけそうに聞こえる。先週ここに降りてきて、彼の縄張りにセンティネルが入ってきたと叫んでたわ。罠を壊された上に、捕らえてた鹿を数頭奪われたって。それで今週は何もないの。サミュエルは元から短気だったけれど、今の状況とこの場所だと面倒に巻き込まれかねないわ。まあ、わかるでしょ。確かにな。その彼は普段どこをうろついているんだ？彼は主にガーデンマングローブの南東よ。ガイル湾入部の北東ね。わかった。彼を探してみよう。感謝する。ノーマド、何かあったか？あんたと一緒に戦えるなら何だってするんだ。
俺の位置に来るんだ。